広島クリスタルプラザは、広島県広島市中区中町にある高層ビル。クリスタルビルとも言われる。オフィスやレストラン、スポーツジムが入居する平和大通りに面して立ち、通りに対して角度を45度振った状況で立っている。また、ビル名のクリスタルを表すように、全面に青いガラス張りになっている。建設当時からその特徴ある外観か,から、市内でも目立つ存在で、 現在でもランドマークとして扱われている。毎年冬に行われる広島ドリミネーションではクリスタルプラザ前広場にピース城が作られメイン広場として使われている。バブル景気時期である1988年89年、広島県は県ありの友好活動手段として土地新宅事業を計画、エストパルクとともに完成までにこぎつけたのが この広島クリスタルプラザである、1992年完成。広島県と新宅契約を結んだ三菱、新宅銀行、安田新宅銀行が、県あり一に約100億円を投じて建設した。受託期間は30年間2022年までで、県はテナント料収入などの事業収支の一部を配当として受け取る形であった。当初計画では、 入居率98%を見込んでいたが、バブル崩壊の影響で低迷し、1999年から無配当が続いた。2008年の報道によると、両校は、新宅期間内に借入金を完済するのは困難としているため、県は両校に対し収支改善等を要請している。2019年3月末時点で借金が、 エストパルクと合計で73億1300万円に達する可能性があった。2019年、県は土地新宅事業を初めて失敗と認め、エストパルクと二棟もに売却する方針を示した。クリスタルプラザは一般競争入札で買い手を公募、2020年藤田が落札した。売却額は59億8800万円。 なおエストパルクも同年に買い手が見つかり、二棟の売却額と新宅銀行からの配当と合わせると借金額を上回ることになり、県費による穴埋めの必要がなくなった。ありがとうございます。